あやみんぱい。今日は個人的に使わなくなってしまったコスメ10選を紹介していきたいと思います。イエーイ。前の動画で実際に使ってみて買ってよかったなって思うコスメ10選を紹介したんですけど、それとはちょっと逆で、使ってはいたんだけど、あれ、どんどん時間経っていくたびに使わなくなってきたなっていうコスメを今回は10個紹介していきたいと思います。使わなくなったコスメを10選こう探してたんですけど、1年通して全然じゅんぐりじゅんぐり使っていくので本当にそんななかったんですけど、これかなっていうものです。そんなね、あれだけど、はい、じゃあなんか小言いっぱい言って、はい、じゃあまずこちら、チフレのルースパウダー N おしろい2番のパーリールーセントです。まあ、これフェイスパウダーみたいな感じなんですけど、まあ、結構トーンアップもしてくれるし、サラサラしてて、マスクにつかないので結構人気だったやつなんですけど、まあ、なんでこれ使わなくなったかっていうのが、ちょっとね、ラメラメしてて、私最近ラメのフェイスパウダー好きなんですけど、これは大福餅大福餅の周りについた粉みたいな感じがして、若干ね、気持ちキラキラしすぎてるところがちょっと普段のメイクでは使いにくいかなっていうのはあって、多分使わなくなってたんですけど、私の肌にはちょっと乾燥しやすいかなっていうのはありました。でもそのトーンアップしてくれたりとかサラサラするのはすごいいいので、なんかこう皮脂肌とか悩んでる方はおすすめです。あと、まあマスクにもいいって言ってたんで、私にはって感じですね。はい、で次、てるん、エレガンスのラプードルオートニュアンス4番です。これ結構ね、有名だしよくいいって聞くんですけど、かなりね、こうトーンアップするし、まあ、これもチフレと同じで結構サラサラになるので、私の肌はちょっと乾燥しやすいかなっていうので使うことが少なくなった感じですね。皮脂肌とか、まあ、ちょっと顔に汗をかきやすい方におすすめで、スクールメイクとかナチュラルメイクの時にファンデーションは塗らずにトーンアップだけしたいっていう時におすすめです。そういう時は全然使えます。では次、アイブロウ、キスミーのヘビーローテーションカラーリングアイブロウ。私、眉マスカラを探してた時があって、これが結構有名だったから使ってみたんですけど、なんか私的には結構ドバッてつく感じがして、多分最初だったからかもしれないけど、結構液もたっぷり入ってるのでノリっぽくなっちゃう感じがしたので、使い方がうまく見つけれなかったので使うことが少なくなってきました。色はでも豊富だし、あとはやっぱ眉毛の色変えたいっていう時はいいと思います。でもナチュラルな眉毛を演出したいなっていう時はちょっとこれは違うのがいいかなって思います。次、マスカラです。てるん、ケイトのラッシュマキシマイザー NEX1。 はい、これもまた有名なやつ。これマスカラ下地です。結構繊維が入ってて、たくさんこう毛量をこう増やしたりとかするのにはいいと思うんですけど、どっちかというと下地はパサってなる下地じゃない方が好きだったので、これはナチュラルにその自分のタイプじゃなかったっていうので使わなくなりました。だからほんとバサバサにまつげしたいとか、まあ、なんか毛量増やしたいっていう時にはおすすめだと思います。次、これです、ボリューム&カールマスカラブラックです。これは9点で買ったんですけど、シンプルに私の理想のまつげは演出できなかったっていう感じかな。どうなんだろう。あとちょっとお値段高かったのもあって、まあ、それを考えるとコスパが悪いのかなっていうのもあります。でもなんかこのコームが若干形がこう塗りやすくなってて、なんか毛先がちょっと太くて真ん中が細いみたいな感じなんで塗りやすさはあります。で、次のマスカラは、トゥルン、ズーシーの、カラーマスカラ、オーロラとゴールドですね。いや、可愛いんですよね。こんな感じで、まつげにラメをのせるっていう、ちょっと一時期こう流行ってた感じの、こういうちょっと変わったね、マスカラなんですけど。でもこれは、単純にまつげにラメをのせる時が少ないってだけですね。イベントとか。なんかそういう時には使えるかなって思います。こちら、
シュウエムラのアイフォイル桜アジュール。このラメの色がすっごく可愛くて、なんかこうこういう感じでお光当てるとめちゃくちゃもう真珠貝殻みたいな色が可愛くて買ったんですけど、多分私のこの顔のベースだったりとか普段のメイクとはちょっと若干似合わないところがあって使わなくはなりました。青みピンク系のメイクには似合うと思います。そういう時に使いたいなと。でも可愛いです。色は持っておいたらいいと思います。こちら、これも同じく液体シャドウで、トーンのメタルリキッドアイシャドウ01番。これは確か年始にあげたアットコスメの爆買いの時に買ってたやつ、早いな買ってたやつなんですけど、これは単純にこの緑のアイシャドウもまあ普段使いはできないっていうのはあるんですけど、緑の発色が薄付きかな。これは、まあ、メイクの研究が必要です。これをうまく使えるようにならないと多分使いにくいかなと思います。本当にこのナチュラルに緑を使うっていうのがまだ私には難しいので、これを使ったメイクを頑張りたいなと思います、はい、そしてこれはエマーキット、これはまつげ美容液です。エマーキットのまつげ美容液、これは結構話題になってたまつげ美容液で、私もまつげ増やしたいとかまつげもっとギュッギュンギュンに伸ばしたいって思ったんで買ったんですけど、色素沈着は正直分かんないかったんですけど、あのこれをつけて寝て起きた日に若干なんか目がシュバシュバするというか、なんかまだ眠たいなみたいな感じがあって、まあ、このせいか分かんないですけど、でもこれを塗ってる日は必ず目がしっかり起きれてないというか、なんかシュバシュバ眠たいなっていう感じがしたので、これのせいかなって思ってるんですけどそして最後です。これはメイベリンの SP ステイマットインク70番。これはメイベリンのね、このリップはすっごいチョコみたいな匂いがして好きなんですけど、どっかの動画で言ってたんですよね、なんか取れないリップはっていうので、私はこれをよく言ってるんですけど、取れないリップが欲しい方はこのリップすごいおすすめです。で、なんで使わなくなったかっていうと、まあこの色味もあるし、あと結構乾燥しやすいのと、私が結構口が荒れやすいので一部分だけに残ってしまったりとか、なんかまばらになってしまうことが多かったので、これは使うのは少なくなっちゃいましたね。でもやっぱりこれは取れないので、取れないリップだったりとか、あと色もすごい豊富だし、発色がもうこのままって感じなんで、そのさリップを探してる方はすごいおすすめのリップです。はい、感じで以上この10選、まあ、ちょっと使わなくなってしまったなっていうコスメたち10選を紹介してみました。でも私のお顔に合わなかったりとか、まだ早かったなっていうアイテムだったので、全然これは本当一意見として取り入れて、ぜひコスメ見つけてみてください。私が今日紹介したコスメ使ってていいと思ったりとか、まあこれちょっとやっぱダメだったなっていうとかも、ぜひなんかそういう体験があったりとか、なんか意見あったらぜひコメントで教えてください。それではバイバーイ。ひとえに恋してひとえに愛して可愛い口は